資生堂では毎年3月20日を320の語呂合わせでサニーゼロ日焼け止めの日と制定しました。そして皆様に紫外線対策を意識していただくとともに、紫外線から肌を守る方法も伝えていきたいと思っています。この日焼け止めの日制定に際しまして、一般社団法人日本記念日協会から登録証を届けていただきました新しい CM モデル長谷川純さんに記念日登録証を受け取っていただきたいと思います。それでは早速登場していただきましょう。アネッサのミューズ長谷川純さんです。はじける笑顔でご登場いただきました。長谷川さん、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですが、登録証の授与に移りたいと思います。登録証を授与していただきますのは、一般社団法人日本記念日協会の加瀬清さんです。加瀬さん、ステージにお越しください。それでは登録証を授与させていただきます。記念日登録証、株式会社資生堂殿、名称日焼け止めの日、日付3月20日、上記の記念日を正式登録する。2014年3月19日一般社団法人日本記念日協会代表理事加瀬清、おめでとうございます。では正面の方に登録証を向けていただけますか。3月20日ということで、明日からね、もういよいよ日焼け止めの日ということになりますけれども、長谷川さんはアネッサの CM にご出演されていますけれども、この日焼け止めの日制定されたことについてはいかがですか。はい、そうですね、もうこの時期から紫外線がどんどん強くなるので、この日焼け止めの日があることによってこう思い出させてくれるから本当に嬉しいですよね。この日をきっかけに、もう紫外線対策、はい、今からしないとという意識を持ってもらうことが大切ですよね。はい、そうですね。さあ、それではここで長谷川さんが出演されていますアネッサパーフェクトエッセンスサンスクリーンの新 CM をご覧いただきたいと思います。モニターにご注目ください。